された故ペトロ船本正弘様、またご家族のためにこのミサを捧げますよ。今日は私と共に初めまして、インドネシアからのアントニオ・シンプです。よろしくお願いします。ありがとう。全能の神が私たちを仰ぎ平和へ、我ら主を褒め、主を讃え、主を拝み、主イエスのもとへ導いてくださいました。私たちがその恵みを思い起こす喜びと感謝のうちにあなたを讃えることができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に悠々に生き支配しておられる。イザヤの預言、ウズヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある以前に主が座し、ゲネサレと湖畔に立っておられると神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二足の子供が近くいますから、この人は子供たち、この人は誰ですか？テレビに映っている子供たち、あれは誰？あの人は。イエス様。イエス様。イエス様、何をしましたか、今日は。あのビデオを見てから後で分かります。今日は、このメシダスというテーマになりました。メシダス証明という言葉は、ヘブライ語から取られて、その通りも私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、共に学びながら生まれ、本地を下ったの弱さやできないことを悩むことをやめ、僕たちを呼んでいる神様の教えを守って、これからを過ごすことができますように。神よ、あなたに従う人を導いてください。私たちの周りで喧嘩がなくなり、正しいことを広めるために私たちに語りかける神様の声を聞き、行うことができますように。神よ、あなたに従う人を導いてください。助けてほしくて教会に来た人たちがイエス様に助けられ、教会の人たちと会ったり話したりする中で神様についていく仲間となりますように。神よ、あなたに従う人を導いてください。君
の生活の中で正しいことや神様の望まれることが分からなくなったとき、私たちに正しい道を教えてください。また教会の仲間で助け合っていくことができますように。神をあなたに従う人を導いてください。42年前に帰転されたペテロ船本正弘様のために祈ります。神様の愛と慈しみにより天国で諸聖人と共に永遠に行こうことができますように。また残されたご家族が平和な日々と信仰に恵まれ健康に過ごすことができます。私たちの主イエスキリストによってアーメン。主は皆さんと共に、また最後と共に、心込めて神を仰ぎ賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を取り戻してください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り感謝を捧げ割ってへしに与えて大勢になりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。フランシスコ、私たちの司教ドメニコ、すべての教育者をはじめ全教会を愛の関心に導いてください。この世からあなたのもとにお召しになる私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリオとヨセフ、使徒をはじめすべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。今後イエス・キリストとしてあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストとともにキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神
祈ります。語りかけ、ご自分の協力者として立ち上がらせてくださいました。私たちもあなたの愛に強く、アーメン。この聖なる問いにより、慈しみ深い主キリストが聖霊の恵みであなたを助け、罪から解放してあなたを救い、起き上がらせてくださいますように。アーメン。今のコメント出したの